やるぞ、おい。持ってきますか。いや、持ってこ。ハセッチっていつもそのテンションなの？いや、いつもこのテンションちゃうよ。ご飯食べるときも寝るときもこのテンションって言って。サホイサ、サホイサ、おやすみー、サホイサって寝るってこと？めっちゃ眠いわつって。いや、でもね、テンションは高い方やと思うけどな。うん、テンション高いよ。めっちゃ寝るけど、あ、めっちゃ眠いけど、みんな寝る言うて。いや、でも俺寝つき悪いよな、マジで。なんだっけ、この前ラジオみたいなのハセッチがしてるのちょっと見たよ。なんか修学旅行で行ってほしいわ。出た、ハセッチラジオ、もしかして。そう、あれめっちゃね、良かった、いいなって思いながら聞いてた。あ、ほんまに？うん。じゃあまたやるわ。やった方がいい、あれめっちゃいいよ。ちなみにいつのやつ見とったんやろ？1回目のやつかな。あ、出た、1回目のやつ大好評やったで。え、そう、めっちゃいいと思って、あの、向いてる、なんか滑舌めっちゃいいし、声が聞き取りやすくて、めっちゃいいっすい。声めっちゃいいし、マジであれです。これは私、そうよ、あのハセッチと遊びたかったんだけど、ずっと、うん、なんかナズちゃんが、うん、なんかあいつ、なんか私にね、ひなちゃんおばちゃんやらみたいなめっちゃ言ってきてたのに、うん、いや、なんか知ってる、見たぞそれ俺。なんか、そう、なんか、そう、なんかあいつさ、なんかやろうみたいな言ってくるくせに一回も誘われてないの私。え、いや、嘘、俺誘われたで。なぬキモ。あのあのガキ、こんどさぁ、ガキ、こんどさぁ、ハセシンとさぁ、ひなのと一緒に元にやろうよ。うっそぉ、こんど誘うね。いや、誘うねって言って絶対誘わんから、あいつね、ひなちゃん最近おじさんに困ってくれないねとか言いながら、マジであいつだからな。ほんとにほんまかいな。そう、お説教しといてよ、ちょっと。いや、じゃあ任しといて、お説教しとくわ。許せないよ、私。許されざる行動やな、それは。そうだよ、言うだけ言っといて。そう、言うだけ言って、なんかずっと言ってたのに、なんかリサちゃんとか篠宮とかに誘ってたのに、うん、私には一回も誘ってこないからね。ほんまか。そうよ、ちょっと来るものがあるね。じゃあだからもう、もうまた遊ぼうわ。うわ、ええわ。じゃあ怒っとくわ、うん、お兄ちゃんから。お兄ちゃんが怒っといて。まだ出せんけど、怒っとくわ、ちゃんと。わかった。口で注意しとく。頼むよ。口で注意しとく。そう。口で注意しとくって言った。注意な、注意。あ、注意か。やばいやろ、それは。口で注意は。言うことないじゃん。言うことを聞かせるために、口で注意しとくわ。おじゃあもう、注意しとくか、じゃん。注意しとくか。もう喋るじゃん、いつも。嘘です。嘘です。嘘です。マジ早めの訂正入れとかないとマジでまずいからな、こういう発言は。いや、本当にそうよ。嘘ですからね。冗談や、冗談。嘘よ、嘘よ。冗談ね。冗談やったりね。流し女子。冗談以外のほうが何でもない。